毎日ポジティブ。はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福田です。さあ今日のお話なんですけども、今日はですね、全てはつながっているというですねお話をしたいと思います。全てはねつながっている、この世の中、この世の中の出来事、この人生、今まで起きてきたこと、全てはですね一つの線でつながっているんじゃないかっていうですね、この考え方があるんですね。僕もですねこの考え方にすごく賛同しておりまして、でなんで今日こんな運が悪いんだろうって思う日ってあるじゃないですか。でもその運が悪い日、ただその運が悪い日ではなくて、その運が悪い日になるまでは今までいろんな選択をしてて、その結果その日が運が悪いことが起きたっていう風に考える考え方が、全てはつながっているという考え方なんです。逆に言えば、今日ねたまたまこれが起きて、こんなの誰も防げようもないこと、これはつながってるつながってない関係なく、こんなの防げないんだからつながってるわけないんじゃないか、これもね一つの考え方ですよね。でも全てはつながっているというふうに想定して考えるのであれば、まあ僕で言えばですよ、このコロナというもの、これはもう全世界の人たちが苦しめられたもの、僕もそれはですね、防ぎようのないものですよね。僕らが何かをしたらコロナというもの起きてなかった、そんなことないと思うんですよ。今日はですねコロナというのは自分たちではどうにもできないことだけども、そのコロナというものがあったからこそ、じゃあこういう時にどういうふうにしなくてはいけないのか、今まで来たお客さんが普通に飲食できたものがお酒が飲めなくなってしまうなんて考えもしなかったこと、この日本でそんなことあり得るのかと。昔アメリカが禁酒法というのがあったんですけども、日本でそんなねお酒が飲んじゃいけないなんてあり得るのか。でもそんなあり得ないようなことがあり得たわけですよ。でもだからこそこうやって来てくれるお客さんに対してもっともっと感謝の気持ちを持とうとか、今まで、まあ、うちのお店であれば、まあ、常連のお客様が多いお店だからこそコロナというものがあって、喫茶店営業しても、それでもね、僕のことを考えてね来てくれる人はいらっしゃったんです。でもこれが一元さんでどん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 回しているようなお店、広告をバンバン使って広告を見てくる人たちばかりのお店だったら、今回のコロナというものはもう大打撃でお客様がほぼゼロになってしまう。でもなぜか、それは広告に頼りすぎたばかりに普段の常連のお客様を作ることをしていなかった。これも一つの要因につながっていますよね。コロナで給付金があって、よっしゃーと給付金ですごい利益が出たから、旅行に行っちゃおう、こう買いたいもん買っちゃおう、時計買っちゃおう、車買っちゃおう、そういう人たちが結果お店が普通の営業に戻った時にお客さんが今まで全然戻ってこない、常連のお客様あんなにいたのに戻ってこない、なんでだ。いや、それはあなたが、みんながコロナで苦しんでる中、協力金という形で飲食店で出たお金を散財して、周りの人は苦しい状態なのに旅行に行き、車を買い、時計を買い、すごく豪遊してた、そういうものは見せようとしなくても見えてしまうものなんですよね。人から人づてにどん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 話がいって、そういうお店にじゃあコロナで苦しんだ方が飲みに行くかといったら飲みに行かないですよね。それも全てつながっている。現象は同じだけども、その起こった後の行動で全然違う現実が待っている。これも全てつながっていること。起こったことが同じだったとしても、その後の行動だったりその前の行動が全てつながっているからこそ、その時に、今までしたこと、そしてこれから今していること、そしてこれからしようとしていることが全てつながっていると思うんであれば、じゃあどういう生き方をしなくちゃいけないのか、どういう発言、言葉、見え方、姿勢、行動があるのか、そういうのは常にね、考え続けていくっていうのはすごく僕は必要なことだと思ってます。いくら表面ではすごくいい人、ものすごくあの人は誠意がある人でも、裏では人のことをすごく、悲しませるようなことを何度もしている人、じゃあその人がね、じゃあ数年後かに会った時に、
そのまま幸せの状態でみんなから表向きがいいと思われている人がその状態を続けていけるのか、続けていける可能性は非常に低い。このポジティブ社会に来てくれた人もそういう方いっぱいいました。でも結果この店にはいなくなってしまった、来れなくなってしまった、まあ、そういう人は非常に多いので、全てはこの世の中つながっていると思ってね、その中で信念を持って行動していく、選択をしていく、それが重要なんじゃないかなと思って、今日はですね、こんな全てはつながっているという話をさせていただきました。ということで以上、毎日ポジティブ引っ越しをありがとうございました。